あれは10年前のこと。俺がまだ中学生の時の話。家庭が荒れてて、両親がついに離婚してしまった。母親の頭がもうおかしくなっていたので、母親から離れられるという安堵感と、でも、やはり母親と別れなければならないという悲しい思いとで心が揺れていた。学校では意地の悪い奴らが両親や家庭のことについて執拗に嫌味を言ってきたりしてとても辛かった。引っ込み思案だった俺は誰にも相談できず、心の闇をどんどん増大させていた。そのうち人生に疲れてきて、いつからか異世界に行きたいと思うようになっていた。その頃から現実から逃避するようにオカルトな事象に興味を持つようになっていた。家から帰ってきてはすぐに携帯で異世界に行けるというような情報があるサイトを探していた。当時俺は奈良に住んでいたんだけど、奈良にはそういうスポットがたくさんあった。その中で俺が目をつけたのはある山の中にある廃神社。家からさほど遠くなかったのもあるけど、何よりも廃神社なのに怖い感じがしなくて、むしろ穏やかで懐かしい感じがしたというのが一番の理由だった。オカルト好きではあったけれど、怖いのが大の苦手な俺にはとてもありがたかった。まあ携帯の小さい画面の中の小さな写真でそう判断してしまったあたり、さすが中学生だなと今は思う。俺は疲れたり悲しい時はいつもその優しい感じがする廃神社の写真を眺めたり、情報を読み込んだりしていた。いつか行きたいとは思っていたものの、行動力がない俺はなかなか踏み出せずにいた。そんで中3の夏休みまでそんな状態が続く。もともと家は勉強にうるさかった。親に反抗できない俺はしぶしぶ勉強して成績もかなり良かったんだけど、中3の夏休みとなると親のプレッシャーもかなり強いものとなっていた。毎日塾に行かされ、家に帰っては勉強しろ。家族は俺の心の苦しみなどには全く興味を向けなかった。もう心が限界だった。ある日塾に行くふりをして家を出た俺は、塾ではなく九段の神社の方に足を運んだ。住んでいた場所からさほど遠くないと言っても、割と開けた町からど田舎の方まで電車で行ったので、朝家を出て神社がある山に着いたのは昼過ぎだった。方向音痴の俺は携帯の GPS に頼りながら、ようやく山に着いたわけだけど、山から廃神社までの道のりには GPS は使えないし、神社の場所もいまいち分かっていなかったので、とりあえず山に入る前に塾で食うはずだった弁当を食べた。弁当を食いながら、塾から家に電話行ってんだろうなとか、そんなことを考えてた。家に帰りたくないし、何としても異世界に逃げなければと決意を固めていた。異世界に行きたいとか言ってるのに山で迷子になりはしないかと、今思えば変な不安を抱えていたので、飯を食い終わってもすぐには山に入れずにいた。 GPS 使いまくってたから、携帯の電池も残り半分以下だったので、神社までの道のりを書いているサイトを何度も読み直していた。道のりといっても全然詳しく書いてなかったんだけど、そんで結局大した情報もつかめないまま、写真で見ただけの神社を目指して山に入ってった。山に入るとさっきまでの不安が消し飛んだ。普通の山なんだけど、とても懐かしい優しい雰囲気が伝わってきた。俺はここに神社があると確信して歩みを進めていった。そんな秘境みたいな山でもなく、ある程度登山道は整備されていたし、大きな山でもなかったので歩きやすかった記憶がある。何よりも雰囲気にとても癒されていたので、疲れなんか全く感じなかった。久しぶりにとてもいい気分だった。そのせいで神社に行くなんて目的を半分忘れかけて山を堪能していた。木々は本当に優しい感じだった。周りに誰もいなかったので木々に話しかけたりしてた。言葉が聞こえたりはもちろんしなかったけれど、言葉がなくとも会話できてる、そんな気分だった。そんなことばかりしてたら当たり前かもだけど迷ってしまった。
携帯は圏外だけど、時間確認したら4時ぐらいだったのを覚えてる。夏の4時なんて全然明るかったし、不安な気持ちは全くなくて、むしろ帰りたくないくらい山に浸っているので、迷っているのにどんどん歩いてしまった。めっさ危険な行動をしてたと思う。歩いているうちにいくつか小さい社みたいなのを見かけたんだけど、お目当ての神社は見つからなかった。携帯は圏外だったけど、神社の画像を待ち受けにしていたから何回も確認した。石畳の上に寂れた鳥居が立っている画像、見つけたらすぐにわかるはずだけど、念入りに確認していた。そんで見つからないまま太陽は落ちてしまった。携帯の電池も切れてしまっていて、時間もわからなくなった。それなのに全然不安感はなかった。一晩ここで泊まっていこうかくらいの軽い感じだった。今なら怖くて絶対できない。時間はわからなかったけど、体感で8時、9時くらいかな。もうさすがに暗くて何も見えなくなってきたから、休めそうなとこで腰を下ろしてた。月がすごく明るく感じたな。木にもたれかかって、でっかい水筒に入ってるお茶をちびちび飲みながらお月見してた。さすがに疲れてたのか寝てしまっていた。目が覚めた時は朝日が昇る前くらいの明るさだった。特に不思議な出来事も起こってなかったけど、寒いのとしょんべんしたいのとで、ちょっとその場から移動した。人はいなかったけど、なんか立ちションするのが恥ずかしくて、獣道みたいなの歩きながら茂みの方に入っていったんだよね。そんで見つけた。お目当ての神社を。多少暗かったけど、間違いなく写真の通りだった。でも思ったより地味で、神秘的な感じもしなかったので、なんか嬉しくなかった記憶がある。長い石の階段の上に石畳と鳥居があるもんだとばかり思っていたので、神社を調べるよりも先にしょんべんを優先しちゃったレベル。んでしょんべん済ませて、一応記念に神社の方に行った。寝ぼけてたのと冷めていたのとで、本当に適当な感じだった。錆びれた鳥居をくぐって一応石畳みたいな石の上を歩いて、思ってたよりも小さな社の前で手を合わせた。もう異世界に行けるとは思ってなかった。目をつぶって手を合わせてると、目覚めの悪い俺はまたうとうとしていた。一応起きてるんだけど、なんかわけのわからないことを考えてる、そんな感じ。そんで頭の中で急にでかい声がしたので目が覚めた。なんて言われたのかは分かんなかった。もう完全に朝。油炭とか滅さないでた。まさか拝みながら寝るとは、と自重しながら荷物のある場所に帰ろうとした。何かすごい違和感がある。言葉でうまく伝えられんのだけど、現実よりも現実味があるというか、とてもリアルな夢を見ているというか、そんな感じ。別に風景は普通だし、変なもんが見えるわけでもない。でも変な感覚だった。朝になったせいか、神社がちょっとだけ綺麗に見えた気はしたけれど、そこまでの変化も感じられない。まあ寝ぼけてるだけかと思いながら、とりあえず荷物のある場所に戻ったんだけど、荷物がない。服は着てる。ポケットに入れてた携帯も財布もあった。異世界に来ちまった。夢を見てるだけ。そんな思いも頭の中をよぎったけれど、やはり現実的に考えて荷物の置き場所を間違えて確認しただけだろうと思った。でも辺りをどれだけ探しても見つからないし、さすがに眠気も覚めちまってた。何かおかしい。さすがに不安を覚えた。荷物に入っていたのは塾のテキスト、水筒、空の弁当箱ぐらいだったので下山しようと思った。親に怒られるとかはもういいやってレベル。相変わらず道は分かんなかったけど、とりあえず山を下りまくった。山さえ抜ければ財布もあるし、いくらでも家に帰れると思ったから。山は相変わらず優しい雰囲気だったけれど、心の中は不安と焦りがあった。ここまで行動しといてなんだけど、
俺は非科学的なものを深く信仰する人間ではなかった。異世界に行きたいって気持ちはあったけど、やっぱり半信半疑だったし、半信半疑だったからこそ行動できてたんだと思う。だから山を降りてる時も不安はあったけれど、ただの思い過ごしだろうって考えがやはりあった。どれくらい時間が経ったのかは分からんけど、山の出口には来れた。それは登った時とは全然違う場所だったけど、とりあえず安心できた。目の前はものっそい田んぼとか自然ばっかりだけど、奈良の田舎なら特段驚く風景でもない。人を探して帰り道を聞こうと思った。携帯に着信履歴いっぱい入ってんだろうなとか、帰ったら怒られるんだろうなとか、でも今日は塾を休めそうだとか、そんな現実的なことを考えられるくらい落ち着いていた。田んぼで作業している人がいたから話しかけた。なんでかわからんのだけど、そこで見た人の顔やら服装なんかがあまり鮮明に思い出せない。お年寄りの男性だったのは覚えてる。帽子みたいなのもかぶってた。俺、すいません、 A 駅まで行きたいんですけど、道がわからなくて、道を教えていただけませんか？農夫、 A 駅？なんじゃいそれは、聞いたこともない。正確じゃないけど、こんなやりとりをした。習って関西弁話すんだけど、全然関西弁じゃなかった。奈良でも田舎の方だからかなと思ったし、電車とか利用したことのない人なのかなとか失礼なことを考えてた。でも周囲の町名やら言っても全然伝わらない。なんか言葉以外全然通じなかった。で、お互い会話のドッジボールをした後に、愛村というのが近くにあるらしいことは分かって道を教えてもらった。ものっそい適当な教え方だったけど、何か狐につままれたような感じで村を目指してみた。人が全然いなかった。歩きながら農夫ってこんな常識ないのかとか考えてた。やっぱり現実とは何か違うんだけど、無意識的にそっち方面の思考はしなかったな。認めたくなかったというか。まっすぐ道を歩いていると村があった。村があったっつっても、多分この建物の集まりは村なんだろうなみたいな認識で、本当に村と呼んでいいのか分かんなかったけど、で、近くの民家みたいな建物のそばにいた若い女の人に話しかけた。10代後半くらいだろうか。若い人ならさすがに分かるだろうと思って聞いてみたんだけど、農夫と同じような反応。うすうす感じてたものを抑えきれなくなっていた。コンクリートの道がなかったし、車も見ないし、電車や線路も見えない。変な雰囲気、違和感、通じない会話。おそらくここは現実世界ではないんだろうってことは分かった。で、そうだとしたら夢なのか、それとも異世界なのかという話だ。俺は以前から明晰夢という存在を知っていた。現実のように明晰な世界で、これが夢だと自覚できる夢。これがそうなんじゃないかと思った。ぼーっと考え込んでいる俺を心配そうに女の人が見ていたので、ここは俺の夢なんですか、それとも異世界っておもむろに聞いてみた。案の定女の人は呆然としていたので、国、時代、地名などを詳しく聞き直した。農夫が言っていたように、愛村、かっこ、五十嵐、イザナミ、なんかそんな感じであることには間違いなく、何々の国とか言っていた気がする。時代はもはや覚えてない。とりあえず俺の知ってる世界ではなかったし、女の人が騙している風にも見えなかった。夢なのか異世界なのかは依然としてわからないままだったけど、女の人はかなり心配してくれていた。色白で優しい人だった記憶がある。その人は俺が記憶喪失かなんかと思っていたようだ。村娘は建物に入ってって、
ちょっと時間が経ってから親だか家族を呼んできた。兄だか親父っぽい人が疑り深く俺を見てから、我々では何とも言えないから村長に相談するようにと言われた。そんで親父っぽい人に連れられて結構歩いた後、村の中では立派な建物に着いた。あの神社よりもよっぽど神秘的な雰囲気のある建物だった。何か儀式とか祭りで使われてそうな建物。建物の入り口で使用人みたいな人に親父さんが軽く事情を伝えると、使用人は屋内へと消えてった。親父さんは愛想があんまりなくて、出会ってからもここで待ってる間も全然話してくれなかった。ちょっとしてから使用人と一緒に村長さんが出てきた。村長って言うからじいさんが出てくるのかと思ったら、すごい若い人だった。見た目は若いんだけど、なんか人間っぽい感じがしなくて、あと男か女かわからなかった。中性的っていうのかな、美男子とも美女とも取れるような感じ。例のように詳しい顔立ちまでは覚えてないんだけど、凛々しい、そんな印象を受けた。親父さんが村長さんに軽く説明すると、村長さんがすぐ俺に近づいて話しかけてきた。綺麗な声だった気がする。村長、君はどこから来たの？俺、近くの山の神社からです。農夫にも村娘にも親父さんにもどこから来たかとは聞かれなかったので、この時初めてどこから来たか告げた。神社から飛ばされてきましたなんて堂々と言うのはさすがに気が引けた。村長は驚いた様子もなく、そうかとだけ言った。ここはどこなんですかと俺はもう一度聞いた。先ほど村娘に教えてもらったけれど、この人なら何か知ってるような気がしたからだ。村長、君の知っている場所ではないよとだけ教えてくれた。そんなのわかってるし、どんな場所なのかを聞きたかったけれど、これ以上は聞けないような雰囲気だった。しばらく沈黙してから、帰りたいかいと聞いてきた。ほとんど無意識のうちに俺は首を縦に振っていた。じゃあ数日待ってくれ。それだけ言って使用人に何か言いつけて建物の奥へと消えてった。そんなこんなでもう日が暮れかけていたので、使用人は数日暮らす部屋へ案内してくれた。村長の家からすぐ近くだった。部屋に案内されて落ち着いていると、いろいろおかしなことに気づいてきた。昨日の晩から何も食べていないのに、全然腹が減ってないし喉も渇いてない。あれだけ歩いたのにあまり疲れてもいない。でも使用人が食べ物や飲み物やら持ってきてくれたので、一応飲み食いしておいた。食べても腹は減りも膨れもしないし、変な感じだった。それと村長からの伝言で、この世界に深く干渉しないようにと使用人に言われた。人となるだけ関わらず、使用人の給仕以外では飲み食いをせず、事件などを起こさない、そんな内容だったと思う。そのちょっと前に千と千尋の神隠しって映画見てたから、これは守らねばって思ってた。もともと臆病で真面目な性格だったから、言いつけを守るようにその晩は部屋でおとなしくしていた。ゲームやらテレビやらがあるわけでもなかったので、眠くないけど布団で横になっていたらいつの間にか朝になってた。朝はまた前日とは違う人がご飯を持ってきてくれた。若くて綺麗な女の人だったと思う。なぜか村長に近い雰囲気を感じたけれども、綺麗な女の人と話したかったってのもあって、ちょっとそこで質問してみた。体力や腹が減らないこと、日中外出してもいいかとか、給仕されたご飯は食べても大丈夫なのとか、なんか曖昧な返答ばかりだった気がする。ただ日中は付き人が一緒なら外出してもいいとのこと。ちょっと不安な気持ちもあったけど、部屋にこもっているのもなんだったので外出することにした。
付き人がこの綺麗なお姉さんかもしれないとも思ったし、朝食を済ませたら付き人が迎えに来るとのことで、部屋でワクテカしてたら前日の使用人のじいさんが迎えに来た。ウブだった俺はチェンジとも言えずに、しぶしぶじいさんと村を観光して回った。観光っても本当に何もないど田舎だったけれども、まあ自然の中を歩いているだけでかなりいい気分ではあった。使用人のじいさんはおしゃべりではなかったけども、一緒にいてとても居心地のいい人だったし、村長の使用人をかなり長くやっているそうだ。散歩中に村の人にも何人か会ったけれど、よく言えば落ち着いている、悪く言えば元気がない人が多かった印象。元気ではしゃぎ回ってる人はいなかったんじゃないかなって思うほど。畑やら田んぼはあるんだけど、店が全然なかった。必要ないからだろうか。だからこの世界の人も多分腹が減ったり疲れたりしないんじゃないかなと思った。聞いていいのか戸惑ったけど、ここの人はお腹が減ったりしないんですかって使用人に聞いてみた。生きていくのに必ずしも必要ではない。ただ習慣としてやっているという返答だった。店がないことについては営んでいる人もいるけれど、それも必要に迫られてではなく、やはり習慣でやっているそうだ。何の習慣だろう。生前の習慣とかと思ったけど、そうだとしたらここはあの世で、俺は死にかけているわけであって、と嫌な想像が膨らむので、それ以上は聞かなかった。昼飯時にじいさんが飲食屋に連れて行ってくれた。木造で風鈴の音が印象的な店だった。人の風貌やらはあまり具体的に覚えていないのに、風景やらは今でも割と鮮明に思い出せる。そこでざるそばとデザートにアイスを食べた。美味しかった。風鈴の音を聞きながら外で一服していると、使用人がふと質問してきた。あなたはなぜここに来たのですか？と。使用人に質問されたのは、これが最初で最後だったと思う。びっくりしたけど、素直に答えた。生きていた世界で少し辛い思いをしていて、逃げたいと思っていたこと。それで神社の情報を見て、ここまで来てしまったということ。それが使用人が聞いてきたところの、なぜこの世界に来たのかという答えになったかはわからないけど、そうとしか返答のしようがなかった。使用人はそうですかとしか答えなかった。何かを考えている風ではあったけれども、何を考えているのかは俺には全くわからなかった。その後も自然散策は続いた。やはり特に大したものはなかった。山、森、川などの自然と少々の建物、人。でも疲れることも飽きることもなかった。ただ淡々と歩いて見て回ってた。日が落ちかけてきたので部屋まで帰ってきて、お礼などのいくつかの言葉を交わすと使用人は帰ってった。晩ご飯は朝の綺麗なお姉さんが持ってきてくれた。お姉さんは朝会った時よりも幾分か気さくに話しかけてくれたので、こっちも話しやすかった。お姉さんもじいさんほどではなくとも使用人を長くやっている人だそうだ。正確に言えば私は使用人じゃないとか言ってたけど、俺にはよくわからなかった。あとは本当に他愛のない会話をしていた。やっぱり村長と同じく普通の人間ではない感じはした。優しいんだけど人間味がないというか、とても魅力的ではあったけど、何なんだろう。その女の人は穏やかでとても話しやすかった。自分のことはあまり話さないけど聞き上手というか、当時俺は人に心を閉ざしがちだったので、あんなに自然に人と楽しく話したのは久しぶりだった。本当に時間を忘れて話してた気がする。気がつくともう真っ暗だった。使用人の仕事もあるだろうし申し訳ないと言うと、仕事は合ってないようなものだから大丈夫だと言っていた。いわゆる
習慣としての仕事というやつだろうか。その後食器を持ってお姉さんは帰ってしまった。どうせ仕事ないなら朝まで一緒にいてくれたらよかったのにと思ったのは内緒である。そしてまた一人の夜が来た。今まで一人でいることが苦痛だと感じたことはなかったし、一人の方が楽くらいの認識だったけど、お姉さんと楽しく会話できたのもあってすごい寂しいと感じた。村長のことも気になってたし、村長の家に行ってみようかなとも思ったけど、干渉するなと言われたことを思い出して我慢して布団に横になった。布団は窓際に敷いてあって窓から外が見えるんだけど、田舎だからか月や星がとても綺麗だった。腹が減らないとか疲れない以外はとても普通の世界。夢なのか違う世界なのかもわからない。もし夢だったら、脳の作り出した世界だったとしたら、俺が念じたりしたら何か変わるのかなと思って、その夜いろいろ試してみた。ほっぺたつねってみたり、可愛い女の子を召喚しようとしたり、カメハメハ打とうとしてみたり、何も起こんなかったけど、さすがに諦めてまた布団に横になった。やはりいつの間にか朝になっていた。熟睡していたのかな。夢は見なかった。まだ朝ごはん持ってくるには時間あったし、爽やかな朝だったので少し外に出てみた。ちょっと歩くだけで村長の家なのでそこまで行ってみた。相変わらず立派な佇まいだった。無意識のうちに立派な家の門をくぐっていた。さすがに家に入るのはまずいと思ったので、庭に回り込んで家だけでも観察しようと思った。門の反対側に回り込んでみると縁側があったんだけど、そこに村長が座っていて一瞬で気づかれてしまった。すみません、反射的に声が出てた。村長は全く表情を変えず、こっちに来なさいとだけ言った。めっさビクビクしながら下を向いて歩いてったのを今でも覚えてる。縁側に座るように言われて村長と距離を置いて腰をかけた。顔を上げてこっちを見るように言われたけど、怖くて顔は見れなかったので服のあたりを見ていた。厚手の着物みたいなのを着ていたので体型がよくわからなかった。やはり男性か女性かはわからない。咎められると思っていたけど、この村はどうですかと穏やかに聞いてきた。恐る恐る顔を上げて、自然がとても綺麗でなぜだか懐かしい感じがしますとだけ答えた。村長はその返答には何も反応を示さず、なぜあなたがここに来たかわかりますかと聞いてきた。前日使用人のじいさんにも同じようなことを聞かれたのを思い出したけど、やっぱりわからないので、わかりませんとだけ答えた。その返答にもやはり何の反応もなく、明日の夕方、元の世界に帰れますよとだけ答えてくれた。明日、あの神社に向かうのですかと聞いた。神社から来たのだから、神社から帰るのだろうと思っていたから。しかし返答は予想外で、どこでもいいけれど、あなたがそうしたいならそこから帰りなさいとおっしゃった。何が何やら分かんなかったけれど、明日帰れるんだなとは思った。そのちぐはぐな会話が終わると村長さんは何も告げず屋内へと戻っていった。さすがに罰が悪かったので部屋に戻っておとなしく朝飯を待った。朝飯はじいちゃんが持ってきてくれた。昨日の晩は式と盛り上がっていたようですねと言った。多分式というのは綺麗なお姉ちゃんのことだろう。あの世界の固有名詞なんてほとんど覚えてないけど、式って名前だけは今でも覚えてる。本当に綺麗な人だった。顔はほとんど覚えてないんだけども、じいちゃんとも最初に会った時より多少打ち解けていて少し話した。今日はどうされますかと聞かれたけれど、特にやりたいこともなかったし、またブラブラしようかなと思いますと答えた。では今日は式をつけましょうと言ってくれた。顔には出さず、そうですかとだけ答えたけど、
内心めっさ嬉しかった。今思えばほとんど惚れてたんだろうな。かわいいな俺。朝飯食ってからそわそわしながら待ってた。鏡を見たりして身だしなみを整えようと思ったけど、数日間ずっと同じ服だし、髪も何も変わってなかったからやることがなかった。今思えば俺の初デートだな。そんなことをしていると四季さんが迎えに来た。なぜか変に意識してて昨日みたいな調子には最初はいかなかったけど、四季さんは相変わらずとても話しやすかったので、いつの間にか自然と話せた。じいちゃんと違って四季さんは割といろんなことを話してくれた。自分のことはほとんど話さなかったけど、結局何もない田舎だから見るものなんて昨日も今日も大して変わらないんだけど、昨日とは違う楽しさがあった。山の名前やら川の名前やら由来やら教えてくれたんだけど、もう全く覚えてない。ただただ楽しかったことくらいしか覚えてない。昼ご飯とか何食べたっけかな、それすら覚えてない。あっという間に日が落ちて四季さんとさよならすることになった。夜飯食う時にまた会えるかなと思ってたけど、四季さんに来てほしいなんて言えなかったし、おとなしく部屋で待つことにした。来たのはじいさんだった。ちょっと悔しかったけど、じいちゃんも好きだったのでなんだかんだで楽しかった。明日帰ることについて少し話した。帰りたいなら神社から帰りなさいって言われたけど、神社の場所が正直不明瞭だった。廃神社の名前も忘れていて、山の名前くらいしかわからなかったけど、山の名前を告げてもじいちゃんは知らないみたいだった。もともと方向音痴なので、一回来た道とはいえ、似たような田舎道を覚えてはいなかったし、じいちゃんも別に元の場所から帰る必要はないと言っていた。でも俺としてはちゃんと元の世界に帰れるか不安だったので、できれば元の神社から帰りたかった。晩飯が終わって一人になるといろいろ考え出した。一番気になったのはやっぱりちゃんと帰れるだろうかということ。ここは嫌いじゃないし、じいちゃんや四季とも仲良くなれたし、ここにいればもっと仲良くなれるだろうけど、ここにずっといてはいけない気がした。現実は辛いし、家族とも周りの人間ともうまくいっていなかったけど、それでも生きるべきなんだろうって中学生ながら思った。布団で横になりながらそんなことを考えてた。現実のしんどさの感覚を思い出してきていた。目が覚めると朝だった。でも布団の上じゃなくて木にもたれかかっていた。背中が痛かった。荷物もあった。村長の話とは少し違ったけど、俺は戻ってきた。神社の場所を確認すると、やっぱり寂れた神社があったけど、中には入らず、わからないなりに元の道を下っていった。ちゃんと山は降りれたし、家にも帰れた。現実世界ではやはり一日しか経っていなかった。家に帰るのがなんか久しぶりな感じがした。思ってた通り親父には怒られたけれど、そんなこと正直どうでもよかった。また塾に通い出しながら不思議な数日間のことを授業中何度も思い出していた。単なる夢だったのかな。いや、そうではないはずと思ってたけど、年を取るにつれてだんだん夢じゃないかと思うようになってきてた。でもやっぱり印象的で、10年経った今でも覚えてる。ここ数年は忙しくて忘れてたようなもんだけど、ふと丘板見てると思い出して書いてみた。俺も正直夢だったんじゃないかと思ってるんだけど、あんな夢はあれしか見たことがない。わざわざすれ立ててくれてありがとう。読んでくれた人もありがとう。正直そんな大した話でもないからすれ立てなくてもいいかなと思ってたんだけどね。面白かった。俺実は奈良が結構近いんだよね。凸したいな。奈良のどこ山なんだろうか。奈良の南部だね。あの時は危険とか考えずに突っ込んでったけど、今の俺としてはオカルト的な意味だけでなく危険だと思うし、進めたくはないな。
昔見てたサイト探したけど、さすがにもうないし。暇語りし、面白かったよ。お疲れ様です。詳細は覚えてないとのことだけど、村の人たちがどんな格好、どんな衣装だったのか気になるな。あと食べ物。最初、電車や車がないとか、何々の国という呼び名から、雰囲気的に過去にタイムスリップ的な話かと思ったが、どうなんだろう。俺の頭の中では村人は着物のイメージだったが。顔も服装もぼんやりとしか覚えてない。村長が分厚い着物みたいなのを着てたのが一番確かな記憶かな。今思うと昔の日本っぽい服装だったかもとか思うけど、曖昧な記憶を想像で保管してるだけなのかもしれない。勝手に村長は卑弥呼だと思いながら読んでた。村長はなんかよくわからない人だったよ。会話してても会話してないような感触だったし、穏やかだったけど怖かった。俺が一方的にビビってただけかもだけど。戻ってきた時時間が経っていたというのが注目だと思う。暇語りさんがどこかの世界にいる間も現実世界は動いていたということだよね。うまく言えないな。まあ普通に考えたら数時間夢を見てたんでしょってなるんじゃないかな。でも寝る前は見つけられていないはずの神社がちゃんとあったんだよな。今となっては俺の記憶違いだったのかもとか疑うことはいくらでもできるんだけど。そのまま居座ってたら今の世界では行方不明とされてたのかな。さあどうでしょう。関係ないけど、昔霊能者さんに背後霊が複数人ついてるって言われた。とても昔の人だそうで、霊能者には言葉があまり理解できなかったそうだ。その時、四季とかじいちゃんとかだったらいいなと思った。でももしそうなら言葉理解できないってのはおかしいよな。今も両親と一緒。あんまりいい子供時代を送れなかったみたいだし、早くお嫁さんを見つけて子供できたら勉強だけの人生じゃない温かい家庭を築いてあげてほしい。祖父母の孫への干渉は暇語り師がほどほどに食い止めてあげてね。中学で生みの親とは別れたんだけど、その後新しい母親が来た。今はまだ両親と一緒に暮らしてるけど、正直距離は置きたい。今まで育ててくれたし、特別悪い親でもないと思うんだけど、一緒にいるのはやっぱりしんどいな。結局、やらされるがまま勉強して有名大学まで来れたけど、そこで力尽きたよ。何か目的があって勉強してきたわけじゃないから。もし子供ができたら、勉強も大事かもだけど、まずは子供の思いを大切にしてあげたいな。ありがとう。